はい。皆さん、こんにちは。バンドインナボックスのシリーズを始めてから第3弾目になります。案外、僕が思ってた以上にバンドインナボックスでファンの人もたくさんいるということも随分分分かってきました。たくさん DAW もありまして、僕もスタジオワンを主力に使っているんですけれども、そこに導くまでのアレンジ指南としては、 今までいろんな道具を使いましたが、やはりこれは時短最速ということで、これからも動画に取り入れていきたいと思っています。そこで今日はスタイルピッカーの検索についてのお話をまとめてみたいと思います。コード進行はこのように入れていまして、やはりバンドインのボックスの真骨頂といえば、スタイルピッカー、 これに尽きるんではないでしょうか。何千というスタイルがありまして、僕は真ん中のメガパックですけれども、エブリシングパックになると、さらにその約3倍ぐらいのスタイルが登録されています。ただし、この DAW プラグインをうまく使えば、スタイルの少ないベーシックパックでも、 かなりのアレンジができるということもお伝えしたいと思いますので、1万数千円ぐらいの費用で、劇的にアレンジのスピードが変わってきます。ただし、バンドインなボックスの弱いところは現在音楽についてです。ですから、その部分を補うためにも、僕は DAW との組み合わせを推進していきたいと思っています。では、このように、 コードが入ってたとして、スタイルピッカーを選びます。選択というところから、このように一番上にスタイル選択というのがあります。こうやってぐるぐる回って、うまくスタイルピッカーが出ないときは、画面下のところをクリックするか、もしくは、オルトタブキーを押します。それをしないといつまでたっても、このスタイルピックウィンドウが、 出てこないですので、お気をつけください。そして、このように来ましたら、想像のつくのは、左上のところのカテゴリーや表紙、ノリ、テンポ、タイプ、その他とありますが、ここでの絞り込みです。カテゴリーを選択しますと、いろんなジャンルがあります。ライトロックというのを選んでみます。はい。このように、たくさんのスタイルが登録されています。 そして、ここで検索するときに、検索文字というのがありますね。ここでは、ピアノ中心の曲だとか、ピアノもベースも入っている方がいいとか、そういうときは、カタカナででもいいですので、ピアノと打ちます。そして、半角のカンマで区切ります。そして、ベースと打ってみます。 はい。このようにしましたら、ピアノとベースが入っているものが、ライトロックの中で絞り込まれました。このように、下のプリセット的な選択方法とフィルター文字で検索ができるわけです。そしたら、左下の方に5つのトラックがあることがわかります。そして、その右の小さな窓には、 たくさんの情報が書かれています。この辺を照らし合わせながら検索ができるということです。そして、ここで解除というのを押します。すると、すべてが解除され、僕の場合、画面にすべてのカテゴリーがあるということになります。カテゴリーを押してみましょう。そしたら、ここでわかるのは、 画面のところにどれぐらいの種類があるかというのがわかります。例えばジャズのスイングを見ると893の所有は332という風になっています。なるべくエブリシングパックを買ってほしいということです。ここらは PG ミュージックの方は宣伝上手ですよね。自分の持っているのがいかに少ないかというのがわかって面白いですね。 では、左の方からファイル名がありまして、このアンダーバーとかついてる部分は色々約束事があるようです。通常アンダーバーがついているのは、その左にあるリアルトラックか、もしくは右だけなのか、そのようなことがここでわかるようになっています。例えば、もう少し下の方に行って見てみましょう。そしたら、 リアルトラックと MIDI のあるスタイルが今画面に多く出ています。イコールというのがファイル名の前についています。今度は MIDI を見てみましょう。MIDI の場合はハイフンがついていたり、もしくは何もついていないという、そういうふうな約束があるようです。そして表紙はわかりますが、ノリのところで SW とついているのは、 スイングしているかということです。スイングしていないのはイーブンというのがついています。先頭に戻ってリアルトラックのものを見てみると随分イーブンのスタイルが多くなってきています。それは新しいものが多いからだと思います。あとはセットというところが訳けが分かりにくいんですが基本的には何かの種別に 分類するためのもので、あまり理由がわかりません。このようになっていますが、並び替えたりするのには、例えばテンポというところのテンポという文字を押しますと、並び替えができます。そうすれば、このようにスピードで並び替えることができます。こうすると、スピードでわかるので、テンポというカタカナ文字、一番上位のラベルを押すと、 このように並び替えることができます。そして、ノリの方でやると、イーブンとかいうことが固まりますので、この辺のところを上手に使ってください。そして、スタイル名というのがありまして、大体の雰囲気がわかるようになっています。こういうのも検索するときは、バラードとか、 こういう風に選べばバラードばっかりが出てくるようになります。そしてロックというのとかと絞り込みたいときは先ほどもやりましたようにカンマをつけてそしてロックと打ちます。はい。このようにバラードロックが出てくるようになります。この検索というのが とってもミソになりますので、できるだけうまく検索機能を使って、素早く自分の目的のスタイルを探してみてください。ちょっと聞いてみましょう。 曲の再生が始まりますはいこのように選択をしますが今日の最後にバンドインなボックスを知らない方のためにこうやって選んだらどうなるかこの時にできるだけテンポというのは覚えておく方がいいです。 今選んでるのは72ということですので、これを覚えておきます。そして OK にします。はい。できましたら、ここで72に近い値ですね。DAW の方も80としまして、そしてそういう風に変えると、このプラグインのところが黄色と青の文字で表示されますので、ここで バンドインナーボックスの方も80と入れます。そしてここで生成をするんですけれども、ちょっと環境設定のところをもう一度おさらいしておきます。これとっても重要ですので、必ず僕の設定によく似た形に合わせてください。この画面はこのようになっています。 この画面で重要なのはコードのエクスポートです。これをコードラベルブロックコードというのにしておきましょう。そしてコードのフォントについては自由で構いません。そしてトラック設定を見ます。トラック設定は前回も言いましたようにここをフラットミックスそしてドライミックスにしておく方が DAW で使うのには便利です。そして右なんですが、アシッドデータを含める。このアシッドデータというのは Web ファイルに店舗情報やキーの情報を埋め込むという技術です。そこから下がったところに高品位店舗伸縮機能を使うというのがあります。ここにもチェックを入れましょう。 これにより w a v ファイルの品質が高まります。そして生成が終わった後にその完了をお知らせする。これもチェックを入れておく方が分かりやすいと思います。よく失敗するところがオーディオ出力チャンネルを分けるという風にしておきますと設定が分かれてやりにくい場合がありますので、ここのチェックはつけない方がベターだと思います。 あと、ホルダーはもうそのままがいいと思います。DAW の設定というところで、オーディオレイテンシー調整というのがあります。ここをすることによって、ちょっと前のめりにコードを作ったりしますが、ここも基本は0にしておきましょう。ここで調整するよりも、DAW で画面にありますように、ほとんどの DAW ソフトでこういうトラックディレイと言うんですけれどもここで調整する方が一つ一つのトラックをやりやすいですのでこのオーディオレイテンシーの調整はなるべく0で使う方がいいですそして DAW の新規プロジェクトで同期を有効にするこれにはチェックを入れておく方がいいと思います上のミ i トラックの再生には という項目はチェックを入れない方が勝手にできてしまいますので、ここらをできたら僕と同じようにするのがベターだと思います。ベストになるのにはまた自分でしっかり研究してみてください。そしてここで生成をします。生成にはこのカスタムというのを使います。これはスタイルトラックというのを今作っていますので、 基本的にはここの全スタイルトラックというのにするのが一番いいと思います。それではこれでスタイルトラックをオーディオ化します。そうすると画面上にインジケーターが動き出します。しばらく待ってください。これで出来上がりました。なぜか僕は終了のメッセージが出ていませんが、 たまにこういうようなこともあります。これを見てわかるように、ドラム、ピアノはオーディオで、このエレキギター、ストリングスというのはミディです。このミディは DAW のトラックで作らないと音はなりません。じゃあ、これをドラッグしてみます。はい。このように、ミディのトラックとオーディオのトラックが、 同時にドラッグドロップはできましたが、それにはちゃんと音源を入れないとミディは鳴ってくれませんのでお気をつけください。そして新たに分かったことを説明します。先日からの動画では、このコードをトラックに持ってきたいときに、この上のところでシフトキーを押しながら、このようにして持ってくるんですよ。 というお話をしました。そうしましたら、この先頭にリードインがついて、そしてコードがあります。基本は5つのボイシングでできています。でも、もっと便利な方法があります。一旦消しました。このようにしてシフトドラッグをしなくても、この画面の右下です。 右下のところに C7 と書かれた小さなボタンがあります。これがコードをドラッグするときの方法です。この小さなボタンをこのようにドラッグしてトラックに持ってくるとコードが引っ張れることがわかりましたのでご報告をしておきます。先日もご案内しましたけれども僕の方では Facebook でバンドインなボックスや 時短、そして DTM に関わるいろんな新しい情報を毎日発信していますので概要欄に貼ってある Facebook のグループも覗いてみてください。会員の登録などは全くいらない完全フリーなグループになっています。招待もなくても入ってこれますので、ぜひともご利用ください。今日はスタイルピックウィンドウの 検索の仕方について少しまとめてみました。バンドインナーボックスのプラグインモードを皆さんうまく使いこなしてください。ではまた次の動画をお楽しみに。村長ミュージックスタジオでした。